地震調査研究推進本部、水本、英語、ヘッドクォーターズフォーアースクエイクリサーチプロモーションは、日本の官公庁の一つであり、文部科学省の特別の機関である。地震防災対策特別措置法に基づき設置された、文部科学省の特別の機関である。地震の調査、研究に関する業務を一元的に担っており、調査、研究の成果を関係機関に提供することで、地震による被害の軽減を目指している。下部組織として、有識者らによる政策委員会、地震調査委員会が置かれ、その配下にも多様な部会やワーキンググループなどが設置されており、それらを通じ知見の集積がなされている。以前は、科学技術庁長官が地震予知推進本部に続き、地震調査研究推進本部長に充てられていたが、中央省庁再編後は、文部科学大臣が地震調査研究推進本部長についている。内閣官房副長官、及び内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省の各事務次官ら次官級の担当者が本部員として参画しており、そのうち文部科学事務次官が本部長代理として指定されている。また、国土地理院長や気象庁長官は、本部員ではないものの、常時出席者と位置づけられ、各会合に参加している。地震調査研究推進本部参加の各委員会には、大学など様々な研究機関の研究者らが多数所属している。事務局は、文部科学省研究開発局地震、防災研究課が担当しており、中央合同庁舎第7号館東館に設置されている。1974年11月、科学技術庁を中心とした地震予知関係省庁による地震予知研究推進連絡会議が設置された。1976年10月29日に東海地震の発生を危惧した内閣は科学技術庁に地震予知推進本部を設置した。これに伴い地震予知研究推進連絡会議は廃止された。1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震と、それに伴う阪神・淡路大震災の経験から、地震に関する調査研究の成果が国民や防災を担当する機関に十分に伝達され活用される体制になっていなかったとの反省に基づき、地震防災対策特別措置法が制定された。1995年7月18日、地震調査研究推進本部は同法に基づき新設されることになり、総理府の下部機関として誕生した。初代本部長には田中真紀子が就任した。これに伴い、地震予知推進本部は同年7月17日付で廃止された。2001年1月6日、中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁再編が行われ、地震調査研究推進本部は総理府から文部科学省に移管された。地震調査研究推進本部が連携する主要な機関としては内閣府中央防災会議、文部科学省科学技術、学術審議会即地学文化会、国土地理院地震予知連絡会、気象庁地震防災対策強化地域判定会が挙げられる。地震調査研究推進本部は地震の調査、研究を担うのに対して、中央防災会議は日本のすべての防災行政を担う機関である。そのため、地震調査研究推進本部から中央防災会議に対し地震防災に関する知見が提供されるとともに、地震調査研究推進本部の推進する研究について、中央防災会議からの意見反映がなされている。なお、地震調査研究推進本部の研究方針の策定にあたっては、文部科学省科学技術、学術審議会の建議なども参考にされており、即地学文化会の意向も反映されている。また、気象庁地震防災対策強化地域判定会の地震調査研究推進本部にもフィードバックされている。その時々の検討事項に応じて、部会、小委員会、分科会などが新設あるいは廃止される。下に示したものは2014年5月現在の組織。過去には、例えば政策委員会の下部に新しい総合的かつ基本的な施策に関する専門委員会が地震調査委員会の下部に衛星データ解析検討小委員会が設置されていた。各省庁が干渉し国家として行われる地震研究及び地震観測について政策立案、予算配分の調整、広報方針などを決定する。関係省庁の局長級幹部、地方自治体の長、学識経験者らが委員となる。気象庁のほか、地震の調査研究を行っている他の国家機関や大学などからの情報を集約し、日本国内の主な地震活動について政府としての評価を行う。前期の国立大学や独立行政法人などの研究者が委員となり、毎月定期的に会合を行うほか、大地震が発生した場合には一両日中に臨時会を開き、地震活動の状況を検討して評価文を毎回公表している。長期評価部会は日本周辺で想定される大地震の発生可能性を評価し公表している。日本周辺のプレート境界や活断層で起こる、いわゆる固有地震について、一定期間内の地震の発生確率、あるいは大地震の再来間隔、それによる毎回の地震動の大きさを示すもの。2001年9月に南海トラフの地震の発生確率を初めて発表。2002年には主要15活断層と2地域の海溝型地震の発生確率を発表して以来、毎年確率の変化を発表している。しかし、これらの評価で想定していなかった東北地方、太平洋沖地震が2011年3月に発生したことを受け、同年6月には評価の参考とする調査に津波堆積物、海域の活断層、プレート運動の歪みや応力、海底の地殻変動などを新たに加え、津波の想定も行うことを発表した。同年11月の再評価では、東北地方太平洋沖地震についての知見をまとめ、東北地方太平洋沖型の地震として評価に加えた。また2013年5月には、南海トラフの地震についても知見をまとめ、従来よりも幅広く南海トラフにおける M8 から9のプレート間地震、確率の算出対象とし、単独や連動など様々な様式での地震発生の可能性について再評価を行った。強振動評価部会は、地震ごとの危険度を織り込みつつ、日本各地で想定される地震動の発生可能性を評価し公表している。一定期間内における最大の地震動あるいは、一定期間内における地震動レベル別の発生確率を示す。2002年に国内一部地域を対象とした確率論的地震動予測地図の試作版を発表。2005年には対象を国内全域に広げた全国を概観した地震動予測地図を発表。2009年には地震動の確率と各断層ごとの予想地震動を合わせて改良した全国地震動予測地図を発表。これらはウェブページ、地震ハザードステーションなどで公開されている。津波評価部会は地震ごとの危険度を織り込みつつ、日本沿岸各地で想定される津波の発生可能性を評価し公表する予定。東日本大震災発生と南海トラフ巨大地震の対策強化の流れの中で2013年に設置された初代地震調査研究推進本部長、田中真紀子。ありがとうございます。